今年彗星のように飛び出してきました。モスクワ国際優勝、ヨーロッパ選手権優勝、そしてこのブダペストの世界選手権の個人総合を優勝しています。10時の当日です。そして上水系に力です。見事な車輪です。倒立の輪がですね、前にくって開いてますね、はい、非常に決めがうまい選手だと思いますね。さあ最後は伸身の2回です。伸身のダブル宙返り、レギトリ・ベロセレチェス、何かこう機械が動いているような感じでね、隙がありませんね。なんか16歳で、こう観客に手を挙げて答えるんですけども、ちょっと恥ずかしそうな感じですね。そこがまた魅力ですね。ですね。肩の柔らかさを見せます。初めの前半の部分ですけど非常に力強いですね。新腕の伸身の倒立です。力の取るですね。それから十字倒立から上水平、これもずーっと力の部分の連続ですね。非常に力のある選手だと思います。この倒立の時ですね、先ほど中山さんが言われた。そうです、前が開いてますね。よく我々の時にはあの釣り輪の輪を前開いて止めろっていうふうによく言われたんですけども、非常にこう基本通りやってるんじゃないかと思いますね。もう一つあの最後の伸身のダブルなんですけど、これがもう一つこう難しい種目に入りますと非常にいいと思いますね。全体が盛り上がってくるんではないかと思います。